スターおかっちです。よろしくお願いします。はい、ということで絶対何かが起きますね。いや、昨日公演会やったんですよ。ウェブの講演会やったんですよね。昨日は MCT オイルって聞いたことある方います？ MCT オイル、糖質制限されてる方はもしかしたらご存知かもしれないですけど、糖質制限してたら糖分がなくなってエネルギーがなくなって頭で考えられなくなるんです。だから MCT オイルみたいなのを飲んだらそれってすぐエネルギーに変わるんですよ。だからそれをね、たくさん飲んで、講演会の前だから、たくさん飲んだらそれでね、お腹を下してしまってずーっとこんな状態で講演やってたんですよ、昨日。はい、もう大変でしたね。今日もね、僕家からマイク持ってくるタイプの講演家なんですけど、2つ持ってきたら1つが壊れてしまって、さっきまでずっとマイクテストってやってて、その5分前に今マイクが、完全に治りました。なので今日はね、体調も治ったしマイクもいい感じで、できると思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということでマイクちょっとだけ音を上げてもらっていいですか？おかっちのマイクの音をちょっと上げてもらって、はい、ということでね、今日はね、ここにいるマイマイさんはね、実は僕のピーターソックスという学校をやってるんですけど、そこでインターンシップをやってる、今何年生かな？ 3 年生ね、そこの親愛の新しくできた大学の教育学部の3年生ということで、今インターンシップできているので、今日はね、マイマイさんにもちょっと参加してもらいながら、ちょっとここで、ファシリテーショングラフィック、僕が話したことを実際にライブで書いていただくというような形で進めていきたいなと思っています。こんな感じでいいのかな。あれ、ビデオ撮ってくれたの大丈夫かな。はい、僕ね、めっちゃ幸せなんですよ。はい、目見たらわかりますよね。目見たら講演すること、話すことが大好きで、それを今こうやってできてるってことがものすごく幸せ。これ毎回講演会で言ってるんですけど、僕は本当に皆さんに今日講演するために生まれてきたと思ってます。でも毎回言ってますよ、毎回言ってもらうんですけど、本当になんというか、今まで僕は本当にいろんなことをやってきたんですけど、営業マンやったりね、今経営者なんで経営したりマネジメントしたり部下を育てたり、実際ダンスを教えたりバスケットボールやったり、いろんな仕事、いろんな活動をやってるんですけど、講演するということが一番テンション上がるんですね。夢中になるんですよ。夢中って幸せじゃないですか。僕ね、幸せとは何かって聞かれたらこう答えます。夢中で生きること、それしかないなと思って。夢中っていうのは自分が心からやりたいことを最高のパフォーマンスを発揮してやることなんですよね。夢中になっている時って一番楽しいですよ。だから僕は今こうやって講演する、このマイクを持って皆さんにお伝えしているこの瞬間が最高の幸せなんです。ですのでこのような機会をいただきまして本当にありがとうございます。はい、ということで今日のテーマは、やり抜く子の育て方です。はい、5月の20日にまだ本屋さんには下にはなかったんですけど、こちらの「やり抜く子と投げ出す子の習慣」という本を出版させていただきました。こちらの本を見たことあるっていう方はちょっと手を挙げていただいてもいいですか？この本見たことある、あ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ読んだことあるって方いますか？ありがとうございます。もし今日の講演会聞いていただいて、このやり抜く子を育てたいと思ったり、非認知能力を高めたい、そしておかっち頑張れてもし応援してくだされば、くださる気持ちが高まれば、ぜひこちらの本を手に取っていただけたら嬉しいです。で、僕がなんでこの本を書こうと思ったのかというと、もう一つだけです。一つだけ、自分がやりたいことを諦める、そんな子供をなくしたいと思ったからです。僕ちっちゃい時、何をやっても諦めて投げ出す子だったんですよ。自分が絶対に成功できると思うことしかやらない。だって失敗すると恥ずかしい、傷つくから、ね、好きな女の子いましたよ。もうめっちゃ可愛い子いました。ポニーテールが似合うね。でもね、僕が話しかけてもどうせ嫌われるんちゃうか、もうキモいと思われるんちゃうかって思ったら、好きな女の子に話しかけることすらできなかった。バスケットボールを入りたかったですよ、お父さんと同じ。でもね、僕よりも背が高くて足が速くて運動神経いい人がたくさんいる。だからどうせ入っても試合に出られへん、そう思ったら僕は漫画部に入りましたよ。そんな感じで僕は言いたいことも言えず、やりたいこともできず、何をやっても続かない、投げ出す子供やったんですよ。で、今やったらはっきり分かります。最後までやり抜く子供と途中で投げ出してしまう子供にはたった一つだけ大きな違いがあったんです。それが非認知能力。非認知能力です。非認知能力を持っていれば、どんな子供でも自分に自信を持って、自分がやるって決めたことを最後までやり抜けるようになる。幼児期のうち9歳までに、特に9歳までに非認知能力を高める教育を受けていた子供は、そうでないことと比べて、将来の学歴、練習、そして幸福度が高くなると言われています。つまり皆さんのお子さんの将来の幸せ、そして成功を決めるのは、どれだけ足が速いかとか、どれだけ漢字が書けるかとか、どれだけピアノがうまいかとか、どれだけ英語が話せるかではなくて、非認知能力なんです。ということで、本日の講演ではどうやったら非認知能力が高まるのか、特に話の聞き方っていうことを一点にフォーカスして、お子さんの非認知能力を高める話の聞き方、それを紹介したいと思います。本日の講演会を聞いていただければ、非認知能力を高めるための考え方、そして具体的な聞き方が分かり、そして新しい子育てが見つかります。ですので、最後までご視聴いただければ幸いです。改めて皆さん、よろしくお願いします。ちょっとリズムでいい？じゃあちょっとやってみます。あ、それ置いてるんですよ。ちょっと置いといてな。あ、おかちが見えるとこ置いてる。そっち見えへんや、見えへん。ここな。あ、じゃあな、足して。じゃあこうやったらいいよ。ここおかち見えるな。で、おかち今一生懸命話してるから、おかち話してるときに、シーッ、はい、ということで、まず簡単に自己紹介をさせてください。大和田です。天秤座、そして1980年生まれ、40歳です。松坂世代って言われた世代ですね。松坂世代。朝青龍とか、広末涼子とかと同世代みたいですね。で、大阪生まれ、大阪育ち。で、なんだろう、3歳の時にね、3歳もちょっと言い過ぎた、6歳の時にお母さんに、あなたはエスカレーターに乗って生きるのよって言われたんですよ。あなたはエスカレーターに乗って生きるのよって、ようわからんじゃないですか。それどういうことって聞いたら、梅田の百貨店にエスカレーターあるんですね。で、百貨店エスカレーター連れてってもらって、エスカレーターに乗るんですよ。これエスカレーターだよって、これ楽しいでしょ、大ちゃん。大ちゃんって言うんですよ。大ちゃん楽しいでしょ、楽しいって言って。大ちゃんはエスカレーターに乗って、エスカレーターになってお父さんみたいに偉くなるのよって言われたんですよ。じゃあ僕もその時、エスカレーター乗る楽しいっていうことがインプットされてる。これ6歳ですね。で、それが小学校低学年、高学年で進んでいくうちに、エスカレーターの意味が分かったんですよ。何だと思いますか？エスカレーター。そうです、そうです。はい、エスカレーター式の学校に行けよと言ったんですね。中学受験合格したら、そのまま高校大学に行くエスカレーター式の学校が、僕の家から自転車で10分のところにありました。同志社公立中学校なんですけど、はい、ちょっとこれパス押してるんで大変な、はい、同志社公立中学校ってあるんですけど、そこに合格しろよってことなんですよ。だからなんか僕の中では、僕はエスカレーターに乗って生きていくんだっていうことが頭にあったから、自然に お母さんに、同志社公立中学校を受験するって言って、関西で一番トップの進学塾に通いました。そこから2年間ずっと受験勉強して、中学受験に合格し、そのまま高校大学で同志社大学を卒業して、そんな感じの人生でした。それから大学を卒業してからは、和歌山に来たんですよ。絵もゆかりもなかったんですよ。おじいちゃんもおばあちゃんもいないし、和歌山には来たことない。いや、正確に言えば和歌山市には来たことない。白浜に行ったことあるぐらいの感じですね。パンダ見たことあるとか、そんな感じ。そうで、そこで、橋本市から和歌山市までの、精神科とかメンタルクリニックの、お薬の情報提供者、まあ、営業マンですね。 MR っていう仕事ですね。こんな薬使ったら眠気が取れますよとか、僕うつ病の薬の専門やってたから、ね、この薬を飲んだら仕事に行けるようになって、仕事に行けるようになって、お孫さんとも散歩行けるようになりますよみたいな、お薬の安全性とか効果とかを説明する、そういう仕事をしていたんです。で、その仕事をしていた時にね、うつ病っていうのは治すことも大事やけど、ならないようにすることって大事なんじゃないかと思ったんですよ。めっちゃ辛い病気なんですね。本当に死にたくなる苦しい病気、それは治すことがむっちゃ大事。でもならないないようにすることが大事、治すことよりもなくすことが大事だ、そのように思いました。じゃあどうやったらうつ病がなくなるのか、そう考えた時に社会に出るまでの教育、これやなと思ったんです。社会に出るまでの出る前の段階でちゃんと社会のリハーサル、いわゆる準備をして社会に出ていたら、自分が学校で学んだこと、生まれ持った魅力とか才能をうまく置かれた場所、職場、会社で発揮できるんじゃないかと思ったんですよ。だから僕は社会に出るまでの生きる力を育む教育、それが非認知能力を高める教育なんですけど、それを学ぼうって言いました。で、30歳で会社を辞めてアメリカに飛行機に乗っていって、アメリカの大学で、非認知能力を高めるコーチングっていうのを勉強し、そして2014年この和歌山市内に帰ってきて、もうすぐそこです、子ども科学館の近くに、ピーター・ソックスという放課後スクールを立ち上げました。で、まあ、ピーター・ソックスってね、赤い部分があると思いますね、はい、でピーター・ソックスってなんか聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。そこのなんかチラシにも、あったと思うんですけど、聞いたことあるという方、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、一言で言えば、学力ではなく人間力を育てる学校です。いつでもどこでも夢中になれる力を高める、それをコンセプトにおいて、子どもから大人までが夢中になれる教育を提供しています。まあ、英語やったりダンスやったりバスケやったり将棋やったりヨガやったり、あとは映画作ったり、まあ、いろんなこと、いろんなプロジェクトをやりながら、いわゆる非認知能力を高めるということをやっています。で、目玉のプログラムがそちらのパンフレットにもあります子どもラボというプログラムです。はい、これ子どもラボって何なのかというと、子どもがやってみたいと思ったこと、その思ったことを出発点に、仲間と共に、いろいろとああだこうだ考える、そして仲間でわからないことは町のプロフェッショナルにも参加してもらって一緒に商品を作っていくというものです、ね、例えば、和歌山の魅力がわかる和歌山トランプを作ろう、おむすび屋さんの新しいメニューを開発しよう、ね、みんなで楽しい映画を作ってみようなどなど、自分たちがやってみたい興味や関心、そして好奇心を出発点に、そこからああだこうだ考えて対話をして喧嘩をすることもあるだろう、その中でいろんなことを、学んでいく、一言で言ったら考える力、そしてそれを考えたことを伝える力で、伝えたことを作る力、それを、学ぶ、そういう学校をやっています。はい、ということでこんな感じで自己紹介をおしまいということで、今日の本題です、はい、今日の本題、ちょっと BGM さんだけ音を上げましょうかね。マイクをシューってやって、シューと入れるね。はい、今日の本題っていうのは、やり抜く子の育て方、非認知能力を高める話の聞き方、もうそこ一点にフォーカスして今から40分で紹介していきたいと思います。はい、まず皆さんに質問です。子どもの話を聞くことは大事だと思われる方、手を挙げていただいてもいいですか。話聞くことって大事だよね。ありがとうございます、はい、話を聞くことは大事。じゃあ話を聞くことは大事だと思ってるけれども、そこまで思っている以上には話はあまり聞けてないなって思う方いらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。正直に答えていただきましてありがとうございます。それでは子どもの話を聞くことはなんで大事なんですかね。なんでじゃあ松さんね、なんで大事なんですか。子どもの話を聞くのは当てていくスタイルということで、当てていくスタイル、はい、なんで大事でしょう。はい、ありがとうございます。拍手お願いします。それでは、はい、お願いします。なんで大事ですかね、話聞くの。子供の今の気持ちを知るための会話から知るため。はい、子供の今の気持ちを会話から知るため、だから話を聞くことは大切なんだと。はい、ありがとうございます。拍手。そしてはまいまいさん、ね、来年から小学校の先生で、そして来月から国公義務の5年生に教育実習ね、来月から行くんで、じゃあ聞いてみたいと思いますね。はい、じゃあまいまいさん、なんで話を聞くの大事だと思いますか？話を聞くと、皆さんじゃあ、話を聞いてもらうのとで聞くの、聞いてもらえるのってすごい嬉しいって思いませんか？だから聞いてもらってると、ああすごいこう自分のこと分かってくれてるんやなって、思うと思います。だから聞いてもらえるっていうことは愛情をもらってるっていうこと、なのかなっていうふうにつながって、それで子供との信頼関係とか、他の方との信頼関係を結ぶために聞くことっていうのはすごい大事じゃないかなってすごい思います。はい、はい、愛情を伝えるということですね。はい、ありがとうございます。拍手。はい、よくできます。はい、ということでね、本当に話を聞くことでいろんなメリットがありますよね。学力も上がります。そうですよね、学力上がるんですよ。なんか東北大学の脳機能専門家の研究によると、家の人がしっかり話を聞いてくれたっていうお家の方が学力が上がったって方法があるんですよ。はい、そういうこともあったり、あとは何だったっけ、そもそも彼女が言ったように話を聞いてもらえて嬉しい、自分が認めてもらえてる、自分が肯定してもらえてる、自分の居場所がここにあるんだっていう自分の居場所を確認できるってことですね。無視されたり話を聞いてもらえなかったら、自分なんていなくてもいいんだ、自分の話なんかどうでもええんだって思うと、やっぱり自分の心の中に安全基地ができない。安全基地があるからこそ、やったことない新しいことでも挑戦できる。で、挑戦してできたっていう達成感があるから、もう一回やってみようっていう一歩につながる。そうすることでやり抜く力が含まれていくということですね。だから心の中に安全基地を作るためにも、しっかり話を聞いてあげることがすごい大事だということと、やっぱり話を聞いてもらえたら嬉しいですよね。で、子供自身嬉しいから、あ、話を聞いてもらえることって嬉しいんだと思うと、自分の大切なお友達とか先生とか他の人にも話を聞いてみようとしますね。お母さんが僕の話を聞いてくれたのと同じように、外でも話を聞こうと。で、家でお母さんが、例えばお母さんのお父さんもスマホを持ちながら、何々しながら話を聞いていたら、それと同じように子供も友達の前で話を聞く可能性があるんですね。モデリングっていうことで、大人の行動から子供はどういうふうにやったらいいのかっていうのを学んでいくということなので、子供に話の聞き方を教えるという意味でも、しっかりと家で話を聞くことが大事なのかなと思います。はい、ということで、早速、ケーススタディをやっていきたいんですけど、こんな状態で皆さんならどういうふうに話を聞きますかっていうことですね。ちょっと読み上げますね。まさしくんがいますね。まさしくん。まさしくんは年長さんの男の子です。年長さんの男の子、ね、で、友達と遊びに出かけて30分もすると家に帰ってきました。まさしくん帰ってきて言うんです。まさしくんが、たけしくんなんか大嫌い、鬼ごっこに僕だけ誘ってくれへん、もう幼稚園なんか行きたくない。そして弟の頭をいきなりポカリ、泣く弟を抱き上げた母親に、何もすることがないよと突っかかります。こんな時に皆さんなら何と声をかけますか？どういうふうにしますでしょうか？はい、これもちょっと当ててみましょうかね。圭太君どうでしょうか？はい、まさしくん、自分の子供ですかね、に、まず話を聞く、何があったかっていうのを話を聞いて、で、その聞いて分かった上でその弟になんで叩いたのかっていう理由を聞くかなと思います、はい、状況を確認してからなんで叩いたのかっていうのを理由を聞くということですね。ありがとうございます。拍手お願いします。ありがとうございます。そうですね、今やったら多分冷静にこうするだろうと考えられても、実際その現場にいたらなんで関係ない弟を叩くのとか、あなたがいつもそうだからそうなるのよって言ってしまったり、僕もしてました大人にも感情があるので、ね、そう頭で考えられない時もある。でもそういうふうに頭ごなしに子供を叱ったり、ね、そんなことやったらダメでしょって言っても子供の感情は静まらへんし、その叩いた弟が弟の頭を殴るっていうことが悪かったっていうことを考える気持ちにもならないんですね。ではどうしたらいいのかっていうことです。でこの時にまず人間の脳の構造を理解するとすごいシンプルに分かります、はい、人間の脳っていうのは右脳と左脳がありますね。右脳と左脳があります。まず右側の脳は運動とか感情、気持ちですよね。あとイメージを司る領域、それが右脳です。そして左脳、それは言語とか数字、そして、言葉、そして論理的なロジック、筋道を立てて理解する、これが左脳です。で右脳と左脳がある中で、人それぞれいろんなバランスがあるんですけども、基本的にほとんどの子供、特に男の子は右脳優位です。9歳までもう左脳はほとんど働いてないのが多いです。右脳が優位ですね。イメージとか感覚、気持ち、そっちが優位です。で特に今みたいな事例ね、怒ってる時、感触を起こしてる時、爆発してる時はもうね、右脳がブワッと爆発してるから左脳がね、全く働いてないんですよ。だから正しいことを言われても理由づけて説明されても入ってこないんですよ。まさに右から左です。だからそんな時に感情が爆発してる時どうしたらいいのか、簡単です。右脳で聞く、右脳で聞くんです。その子の感情に寄り添って聞くということ、論理的にこういうことが正しいとかそういうことではなくて右脳で聞くことです。だから子どもの気持ち、ネガティブな怒り、不安、恐れ、それを抑圧しよう、我慢させようとすればするほどそれは大きくなっていきます。でもそういうネガティブな気持ちを認めてあげて、言葉にしてあげて、肯定してあげるとその気持ちは小さくなっていきます。そして右脳が小さくなっていけば、ね、右脳の爆発がこうやってね、なくなっていけばようやく左脳で考えられます。ではどうしたらよかったのかな、ね、ここが爆発している状態では無理なんですよ。どうしたらいいって解決策言われて無理なんですよ。解決策考えられないんですよ。分かっていてもこっちが爆発してるから考えられない。だからまずは右脳で右脳が落ち着いた時にようやく初めて左脳です、ね、ではどうする、解決する。ここが非常に大事なのかな。ここが本日のメインのポイントです。右脳で聞くということ。その右脳で聞くアプローチが本日ご紹介するリトルフットアプローチです。これ僕のコミュニケーションをやってる、もうまさにベースになってるテクニックなんですけど、僕アメリカの大学の指導教授、アルバート教授が、論文に書かれた、論文で、紹介していたテクニックです。このリトルフットアプローチっていうのは、そもそもスポーツ選手がスポーツを引退した後もそのスポーツで学んだことを使えるようにするためのスキルです。皆さんもご存知の通り、スポーツ選手はスポットライトを浴びている時、舞台に立っている時は輝いている。でもそれを引退した後、皆さんどうなっているか知ってますか。その後のセカンドキャリアは自分がやりたいこと、自分が思っている人生につけなかった人が半分以上だというふうに言われています、ね。でその僕の指導教授のアルバート教授はそんなのはダメだと、スポーツで学んだこと、学校で学んだことをスポーツ以外でも活用できる、そういうコーチング術が必要なんだっていうふうに、考えられて編み出したのはこのリトルフットアプローチです。このアプローチを皆さんが学べば、学校で学んだこと、家で起きた問題、そこで学んだことを家を超えて学校以外、スポーツ以外でも使えるようになる、そういう聞く技術になります、はい、5つのステップがあります。まず簡単に紹介していきますね。5つのステップで、まず1つ目は、ラポールを形成する、ラポールと言われてるんですけど、要は感情に寄り添って状況を確認するということですね。さっき言ったこの右脳で聞くっていうところです。ステップ1は、その時は聞くことに全集中です。否定しない、反散乱しない、とにかく受け止めています。これすっごい大事なんですけど、要はこの真っ白の神、皆さん真っ白の神になったと思ってください。真っ白の神です。真っ白の神になって、子供が言ってる言葉をどれだけ正確に映し出せるかです。はい、この時に赤ペンを持たない、ね、赤ペンを持って子供が言ってることがそうじゃないと、間違ってるっていうジャッジをしないとですね、ここちょっと跳ねてないなとか、そんな感じで子供おかしいこと言ってるの、あんたが悪いなっていうジャッジをしない、この赤ペンを持たないってことなんですよ。これが本当に難しいですよね。だって僕たちも価値観があります。信じてること、正しいと思ってること、良いと思ってることがあるんです。それを子供に教えたいという気持ちがあるから、だから赤ペンを持って子供に注意、しつけとしてしっかりと指導したくなる。ただそれは右脳が落ち着いてからにしてください。右脳が落ち着くまでは赤ペンを持たない、自分の価値観、信念で子供をジャッジしない、そこです。そこが非常に大事なのかなと思います。だから赤ペンを持たずに真っ白い神になったと思って、真っ白の神になったと思って、子供の言ってる言葉を正確に聞く、全集中です。全集中、はい、そこがステップ1になります。これがアクティブリスニングの積極的傾聴となります。これがステップ1。そしてステップ2、ステップ2は、右脳が落ち着いてきた時にすることですね。ちょっと皆さんどうぞ、声聞こえます？大丈夫ですか？はい、ちょっともう少しだけ僕は声が使えるように音を上げます。はい、そして感情に寄り添って右脳が小さくなった時にすることがゴールの設定です。本当はどうしたかったのかなとかね、本当はどうありたかったのかなっていうゴールを設定していくということになります。はい、ゴール設定かね。はい、そうですね。本当はどうありたかったの？ゴール設定ね。本当はどうしたかったの？ね、ゴールを設定する。で、ここでどうしたかったのかってゴールを設定したら、次にすることが問題の解決ですね。問題の解決。で、問題というのはゴールがここにあった。ゴールがここにあって、ここにゴールがあって、ね、ここにゴールがあって、現在地がここですね。現在地をステップ1で確認しますよね。何が起きたのかとか、子供がどんな気持ちでどういうふうに思っていたのかっていうのをステップ1で確認します。で、ステップ1でここが分かって、ステップ2で本当はどうしたかったのかなっていうことを確認するね、こうステップ2。そうするとゴールと現在地の間にこうギャップができますよね、ギャップが。はい、このゴールと現在地のギャップっていうのを日本語で言うと問題って言うんですよ。ゴールと現在地のギャップイコール問題。このギャップを一つ一つ解決していけばね、ゴールに行くんですよ。ゴールに行くんです。だからこのゴールと現在地が分かったら、ステップ3ではこの問題を明確にします、ね、問題を明確にして、ここはさらっと聞いていただいたわけです。ここさらっと聞いていただいたわけです。今日はステップ1は後で中心になります。ここは流れをさらっと聞いていただいたわけで、ステップ3ではその一つ一つの問題、ゴールに行くために3つの問題が出てきました。で、3つの問題が出てきたら、じゃあそれをどうやって解決しようかっていう、こうロジックツリーってやるんですね。ビジネスでいうようなこういうロジックツリーで、問題の原因は何なのか、2つの原因は何なのかなっていう原因1というのをあぶり出して、それぞれの原因に対してどうやって解決するっていう解決法をこうやって出していくんですね。はい、でこういうことをステップ3、問題の解決を出していったらいろんな解決策が出てきますね。ここさらっと聞いていただきます。で、ステップ4、ステップ4ではいろんな解決策がある中でどれにするってことですね。解決案がいっぱい出てきたけど、具体的にいつまでにどれをするのかっていうのを子供に選んでもらう、子供に決めてもらうっていうことです。で、期日が決まらないと行動が始まらない。いつから始まるのかわからなかったら一歩も進まないです。だからいつまでに何をするのか、そしていつから始めるのかということをしっかりと、確認していくということです。ここはステップ4、もうここまでで OK です。ここまで覚えていただくだけで OK です。もうステップ1で感情を受け止めて出来事、状況を確認する、現在地が分かります。現在地が分かる。そして本当はどうありたかったのかな、どうしたかったのかなっていうゴールを明確にする。じゃあゴールが明確になったら、現在地とゴールのギャップが見えてきます。そのギャップを解決していくことで、ゴールに進めるということで、どうやったらいいのかなっていうふうに話を進めていくということです。で、ステップ5、これはおまけです。おまけっていうのは要は、ここで学んだこと、一つのこの問題、武蔵君と武志君と喧嘩したというこの問題で学んだことを、じゃあどこでどういうふうに使えるかなっていうで、ここで学んだことは、じゃあ自分が嫌な気持ちがあったらその友達にこうこうこうだから嫌だって伝えることが大事だよねって学んだ。それっていうのは今のこの2人の関係だけではなくて、他の習い事でも学校でもお父さんとお母さんの関係でもどこでも使えるじゃないですか。それを転用させるためにどんなことが学べたのかなっていうことをステップ4で、言葉にすること、そうすればどこでも使えるようになりますというようなリトルフットアプローチ、ものすごい流れがあるんですけれども、今日はもうここだけしかやりませんね。ステップ1、ここだけ集中してやりたいと思います。なぜならこのステップ1ができていないとそれ以上のステップに進めないからです。だって右脳爆発してるから、何言われても響かないですよ。どうなりたいと言われても、いやもうそんなん関係ない。そこで言ってる言葉っていうのは理論整然としてないですよ。ロジックが立ってないですよ。だってロジックで考えられない。左脳死んでる、停止状態だから。だから左脳で考えられるより自分で考えて自分で行動できるようになるために右脳をまず落ち着かせる、そのアプローチ、それがアクティブリスニングっていうんですけど、それを今日皆さんと今から練習していきたいと思います。もうここから今までの忘れていただいて OK です。もう今まで30分ぐらい話して忘れていただいて OK。 ここからあと20分、ここから聞いていただいてもう全然 OK なんで、ここから皆さんと集中して、アクティブリスニング、子どもの気持ちに寄り添って、そして子どもと信頼関係を結んで、子どもが自分で考えて自分で行動できるようになるための話の聞き方、プロのコーチが使っている話の聞き方を皆さんと練習しながらやっていきたいと思います。はい、アクティブリスニングね。ということで、3つアクティブリスニングレベルがあるんですけど、まず1つ目、こちらの方にも書いているんですけども、もうここから聞いてみたいと思いますね。1つ目は7つの基本姿勢です。もうこれだけできるだけでも十分だと思ってます。はい、まず1つ目が、じゃあ、マイマイこう来て、マイマイがじゃあ子供やったとしたら立っておいてもらって、こっちの方を向いてですね。はい、この状態でまずは作業をやめる、ね、作業をやめてるなあ、聞き役一緒か、作業、おかちの話を聞くとですね、作業をやめる、料理を作ってるとか洗濯物を畳んでるんじゃなくて作業をやめるんですね。これ難しいですね、難しい。はい、作業をやめる、そしてスマホを置く、これ難しいですね。スマホを持ってたら話を聞いててもピコンピコンってなるじゃないですか。そうするとなんかそっちに集中いくじゃないですか。子供の話に全集中することがステップ1では大事なので、スマホを置くという、はい、スマホを置くということが2つ目。そして3つ目は向きを、おかちも向いてください。そう、体の向きを合わせる。そして4つ目はアイコンタクト、目を合わせるでね、ちっちゃい子やったらちょっと目線よりも下げてもらった方が安心するっていうお子さんもいらっしゃいます。で、5つ目はうなずく、おかちの話にうなずくね。ちょっと大声で言ってもいいのかなと思います。うなずくね。そして、相づちを打つ、ね、相づちもできるだけバリエーション多い方がいいですね。なるほどとか、そうやったんやだけじゃなくて、いろんな言葉を使ってください。それも嘘ついたらダメですね。自分の本当に思っている気持ち、本当の考えを反映するような語彙って何なんだろう、言葉って何なんだろうということをより正確に表現していくんです。だから全部なるほどって思ってないわけじゃないですか、子たち。大人と話す時ももう全部相づちがなるほどっていう人いるんですね。それって毎回なるほどの、このなるほどとこのなるほど絶対違うんですよ。でもなるほどって言っててどういうふうに理解するか分かんないですよ。だから自分で本当に感じている気持ちをより正確に表現できる言葉って何なんだろうということをちょっと意識して考えながらバリエーションをたくさんちょっと使ってみてください。そして、7つ目、興味を持つ。これも難しいですね。僕もいっぱいいろんな話するんですよ。かなぶんがたくさん飛んでたとかね、マイクラって何だったとか、フォートナイトとか、僕ゲーム全然興味ないんでゲームの話とかしてるけど興味はないんですよ。だからそこを興味を持つのは難しい。だから僕はどうしてるかというと、その話の内容も興味持てないんですよ、正直、残念ながら。申し訳ない。話の内容は全然しょうもない、僕からしたら。でも子供が何に面白がってるのかなっていうところに興味を持つ、子供がどこにこだわっているのかなっていうところに関心を持つ。だってね、子供のこだわりとか子供が興味を持ってることっていうのは子供の才能じゃないですか。だって才能を開かせることが大人の役割だと僕は思ってるんですよ。で、才能を開かせるためには子供のどこに才能があるのか分かってないと無理なんですよ。だから子供がどこにこだわっているのか、子供がどこに興味を持っているのかっていうことを知ることが僕は大事だと思ってる。そこは子供の話の中に隠れてると思ってるんですよ。だから僕は子供の才能を見つけるっていうゲームみたいな感覚で子供の話を聞いてます。話の内容一切興味ないですよ。でもそこ才能を見つけるゲームみたいな感覚で聞いてます。そして8個目はノリツッコミ。これちょっとだいぶレベルが高いんですけど、やっぱりボケたりツッコミしたりする関係ってめちゃめちゃ安心できて、なんていうか信頼できる関係じゃないですか。こんなこと言ってもバカにされへんかなとか、こんなこと言っても許してもらえるかなっていう関係性すごい大事で、僕おかっちっていうんですけど、おかしいってみんなに言われるんですよ。おかしちゃうで、おかしって言ったらあかんねんって言ったらみんなおかしいって言って、おかしちゃうやん、もしおかしやったらみんなに食べられて消えてなくなるやんみたいなことやったらどんどん突っ込んでくるんですよ。もう30回ぐらい言われるんですよ。それをちゃんと倍で突っ込んでるから、そうやって語ってくる。でお互い関係性ができるということですね。だから子供が言った発言に対してちょっとツッコミを入れてみたり、ちょっと一回乗ってみて、でそうちゃうやろみたいなことをやってみるのもちょっと教育者としてはいいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ7つ書いてみる。はい、じゃあ7つ。はい、じゃあ今ね、僕お伝えしたこの7つを今からこの前々にねお話しするので、多分あんまり面白くない話すると思います。はい。面白くない話をするんですけど、この7つを意識してちょっと全部やってみましょう。で練習なので全部やってみましょう。はい、まず1つ目は作業をやめるで、スマホを置いてくださいね。そう、子供もやってもいいよ。話を聞くことめっちゃ大事やからな。先生の話、コーチの話をたくさん聞いて集中して聞いたら何を言ってるのかって分かるでしょ、ね、それものすごく大事なことね。はい、作業をやめる、スマホを置く、目を合わせるで、体の向きを前々に向けてください。向けてもらって、あとは、相づちですね。相づち、うなずきと相づち、そしてアイコンタクトな、で、興味を持ってください。で、前々からあんま面白くない話をするんですけど、この子は何にそこまで面白がってるんだろうっていうところに興味を持ってちょっと聞いてもらえたら嬉しいです。はい、いけるかな。ノリツッコミはどっちでもいいですね。で、相づちもね、ちょっとね、小声でちょっとマスクの中で聞こえなくても大丈夫なんで、小声でしてもらえたら幸いです。はい、じゃあ前々ちょっとお話できそう。いけるかな。自己紹介でも将来の夢でも何でもいいから、めっちゃ多分聞いてくれると思うんだ今日。自分が今一番話したいの話してみよう。な、はい、じゃあ1分ぐらいでいきましょうか。1分話を聞くって大変なんですよ。はい、じゃあ、いいですか。はい、バイバイって言います。カタツムリのバイバイみたいな感じで覚えてもらえたら嬉しいです。めっちゃみんな笑ってくれるじゃないですか。はい、バイバイは将来、今大学3年生なんですけど、大学4年生の6月の採用試験に合格して、小学校の先生になりたいなって思ってます。で、そこでキラキラした子どもたちを育てたいと思ってるんですけど、キラキラした子どもたちっていうと自分でやりたいことに向かって自分の意見を話したり、そのために、周りのことをどうやって関わっていくかなっていうのを自分で考えて、絶対正解も間違いもないと思うから、もう自分で考えてとりあえずやってみようって自立して夢中になる子供を育てたいなって思っています。はい、で、そこでの環境としたら、もう環境作りとして子供たちが助け合える環境であったり、もう安心して安全な場所を私は作っていけたらいいなって思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。めっちゃええな、前々めっちゃ真剣に聞いてもらえてるやん。よかったね。ありがとうございます。そんな感じです。どうでしょう、これ家でできてますかね、こんな夏。どうでしょう、なかなか難しいと思います。なかなか難しいと思うんですけど、1日5分だけでもいいです。5分だけでもいいので、ちょっとこれができる時間を5分だけでもいいので取る。そうするだけでお子さんとの関係性が変わってくると思います。普段話せなかったことを話せるようになったり、今までは学校で何があったって聞いても別にとか普通とか言ってた子供も、お父さんとかお母さんに学校であったこと、幼稚園であったことを楽しそうに話してくれるようになると思うんです。なので1日5分でもいい、これちょっとやってみてください。はい、レベル2、はい、レベル2はバックトラッキングです。バックトラッキング、いわゆるオウム返しっていうやつですね。オウム返しですね。子どもの鏡になるということです。で先ほどもお伝えした通り、感謝が起こしている時、感情が爆発している時っていうのは右側の脳がもう爆発してもうわーってなってる、もつれてるんですよ。もつれている。だから思考とか感情とか価値観とか信念とかいろんなものでぐちゃぐちゃいかっていう。だからそれを頭の中に置いとくんじゃなくて外側に出してあげるってことですね。外側に出してあげる。そのためには子供は言ってる言葉をそれをそのまま言い返してあげる。こういうことなんだねという形で言い返してあげると、自分が今どういう状態なのか、どういう考えでどういう気持ちになっているのかというのを自分自身が見えるんですね。鏡になっているんです。これちょっと一回やってみましょう。やってみた方が早いと思うので、じゃあ前に行きましょう。前にじゃあ一言何か言ってもらっていいですか。じゃあおかっちがやろうかな。じゃあなんか一行ずつ何でもいいからね。お腹すいたな。お腹すいたんだね。眠たいな。眠たいんだね。お母さんに怒られた。お母さんに怒られたんだね。お父さんの足臭いと思ってるんだね。お寿司いっぱい食べたいんだね。いっぱいもう走ってもう足に巻かれちゃったよ。いっぱい走っても疲れちゃったんだね。こんだけです。簡単ですよね。簡単ですよね。じゃあこれを僕が今から皆さんのお子さん役をやりますので、皆さんがその場で小声で結構ですので、僕が言ってる言葉にそのまま言い返してください。また言い換えるっていう練習は後でやるので、そのまま言い返してくださいね。チョコレート食べたいの。ディズニーランドいつ行くの？バスケットやりたい。クッキー食べたいよ。お母さんのカレーまずいよ。宿題やりたくない。ゲーム買って。はい、ありがとうございます。でこの時のポイントっていうのはこれですね。赤ペンを持たない。子供がカレーまずいって言われたらショック、悲しい気持ち出てくると思うんです。そう言われたら悲しいわって言っちゃいたくなるんですけど、まずはそれは置いといて赤ペンを置いてジャッジしない。そのまま言い返して、落ち着いてからあ、そういう気持ちになったんだね、分かる、その気持ちは分かるけど、お母さんもこれ一生懸命作ってるから、そういう気に言われたらお母さんも悲しいな、それも分かってほしいなと。落ち着いてから言ったら左脳が動いてるから理解できるんですよ。だから最初は赤ペンを持たずにそのまま言い返すということ。じゃあ次はちょっとレベルを上げて、ちょっと言い換えてみてください。じゃあ前々やってみましょうかね。ちょっと言い換えも難しいですけど、一文一文言い換えもちょっとやってみますね。ちょっとだけでこう言ったことをそのまま返すんじゃなくて、こういうふうに考えてるのかなっていうこともちょっと考えながら言い返していくということですね。ちょっとやってみましょう。お腹すいたな。腹減ってんねや。お寿司食べたいよ。お寿司食べたい。寿司とっても大好きなんだよ。寿司好きだと思ってんねんな。そうやね。そうか。そう。スシローのコーンが大好きなんだ。スシローのコーンが好きなんや。食べたいんやな。食べたいよ。連れてってほしいと思ってんの。そうだな、僕10枚ぐらいペロっていっちゃうな。10枚ぐらい楽勝で食べれるって、そういうふうに思ってるってこと？ちょっとだけ言い換えてるでしょ。それ言い換えてると自分が言ってることをちゃんと理解してもらえてるんだなっていうのが伝わります。そのまま言い返すだけやったら考えてなくてもできるじゃないですか。暑いんだね、寿司食べたい、んだねっていうのは頭に入れてなくてもできること。でも言い換えるっていうのは自分の中で一回頭に入れて噛み砕いて、こういう言葉かなっていうふうに想像しながら伝えている。これ一つレベル高いですね。これちょっとやってみましょう。でこれね、外しすぎると、危険ですよね。全然分かってないってなるじゃないですか。例えば暑いって言ったら暖かいんだね、これなんか違うでしょ。暑いって言ってるのに暖かいんだね、なんかちゃうでしょ。でもね、これ間違っても大丈夫です。間違っても、いや暑いって言ってんの、暖かいじゃない、暑いって言ってんのっていうふうに、こうだよっていうふうにもっとお母さんに分かってもらえるような言葉で説明し直してくれます、ね、だから間違えたとしても大丈夫。間違えても冷静に子供が違うよって怒るかもしれへんけど、こうこうこうなんだよって伝えるプロセスがもう佐野を使ってるんですよ。分かりやすくどうやったら伝わるかなっていうところが無能じゃなくて佐野を使ってるんですよ。だからこうかなって言って違うって言われるのも気にしない、気にせずにどんどんこうかなっていうのを切り当ててみてください。はい、じゃあ僕今やりますね。あと1つぐらいですね、ワークなので、あと10分ぐらい集中して一緒にやっていきましょう。はい、ということで、僕が言った言葉に対してちょっと言い換えて返してみてください、ね、宿題面白くないわ、なんでお父さん勉強してへんの、なんでお母さん映画見て僕寝なさいって言われんの、なんなん宿題するのが仕事って、もう学校に行きたくない、まさし君が順番抜かして叩いたりして意地悪する、もうなんか一人ぼっちや、恥ずかしい。はい、ありがとうございます。拍手。ありがとうございます。はい、ということで、アクティブリスニング、今日まずは2つやりましたね。まずこの基本姿勢、1日5分この基本姿勢で話を聞くということと、2つ目、バックトラッキング、これっていうのは、鏡になるということです、ね。鏡になって自分自身どう考えてるのか、子供がぐちゃぐちゃになってどうしたらいいか分かんない状態だから、あなたは今こういう状態なんだよ、鏡になるイメージです、ね、鏡になったら頭のほつれがスーッと体の外に出ていく、右脳が爆発状態がスーッと落ち着いてくる、そうすると左脳で考えられるようになる、ね、その、子供が言ってる言葉の裏にある言葉を、鏡のように返していくんです。ということで、1、2ですね、あと5つぐらいあるんですけど、今日はここぐらいまでにしておきましょう。で、本当に大事なこと、この話の聞き方っていうことなんですけど、聞くとは何かっていうことですよね。話を聞くとは、アスカさん、話を聞くとは何ですか？はい、やってください。皆さんにもちょっと当てたいと思いますね。話を聞くとは何ですか？話を聞くとは〇〇だ。聞くとは何ですか？話を聞くとは感情を受け止めることです。感情を受け止めること。はい、ありがとうございます。拍手。じゃあ真ん中のお父さんお願いします。話を聞くとは一言で言うと何でしょう？話を聞くとはその気持ちになることです。その気持ちになることです。ありがとうございます。それでは、話を聞くとは何ですか？聞くとは何ですか？その子の気持ちになること。はい、ありがとうございます。拍手。ありがとうございます。これもね、正解なんてありません。でもね、自分にとって話を聞くとはこうだ、そのこうだっていうことがそのまま日々の行動につながっていくと思うんですね。話を聞くとはこうだ、だからこうするにつながってくる。だからその話を聞くとは何かっていうのをちゃんと定義づける、言葉にするということが僕は大事かなと思っています。僕にとって話を聞くというのは、子供の言葉にならない言葉を共有して言語化して子供にそうそうと言わせること。はい、子供が言ってる言葉の裏にある言葉を言葉にして言語化して子供にそうそう、それが言いたかったのお父さんって言わせることです。だからただうなずくことでもオウム返しをすることでも子供のために時間をたくさん取ることでもなくて、どれだけ子供にそうそうっていう深いうなずきをさせられたかどうかなんです。だと僕は思っています。だから忙しいお父さんお母さんでも短い時間で子供にそうそうって言わせたら、子供は話を聞いてもらえてるっていう気持ちになるんです。でもそうそうって言わせられなかったら、どれだけ長く話を聞いていてもお母さんお父さん話を聞いてくれへんってなっちゃうんですね。はいって僕は思ってます。だから僕もね、教室行ったらバスケットなら40人いるんですよ。40人お化けとか、俺バスケどうすんの順番抜かされて俺とか同時でいっぱい思ってるんですね。それを短い時間で子供にあなたの居場所はここにあるよと一人一人の話をちゃんと聞かないと、子供は寂しい気持ちになって新しいことに調整できません。投げ出すことになるんです。だから僕が大切にしていることは、子供が言葉にならないその言葉の裏にある気持ち、考え、どういうことがあるんだろうっていうことをしっかりと想像して、真っ白の紙なんて想像して、白の紙なんて想像して、そしてこういうことかなっていう本質を話すってことです。順番抜かされて、たけし君は順番抜かされて悲しかったのかなとか、〇〇があって悔しかったのかなとか、一生懸命練習してそれでも試合に負けてしまってお父さんに怒られたから今悔しいのとか、ただ悲しいんだねとか、ただ泣いているんだねとか、楽しいんだねっていうそこの大返しだけではなくて、これ書いてほしいんだけど、気持ちだけじゃなくて、〇〇があったから〇〇なんだねっていうことをどれだけ加えられるのかなと思います。こういう出来事があったから悲しいのねとか、順番抜かされてみんなに嫌われたと思ったから寂しいんだねとか、その気持ち、ただ悲しいんだねっていう気持ちだけじゃなくて、こういう考えがあったから、こういう出来事があったから悲しいんだねっていうことを言ってあげると、そうそうっていう声が聞こえてきます、はい、これが実はレベル3のサマリングっていうやつですね。サマリングっていうのは子供が言ってる言葉であった出来事っていうのを要約してピンポイントで伝えていくっていう手法です。これはもうビジネスでもコミュニケーションでもママ友の会でもどこでも使えるんですけども、今日はちょっとそこまではお話できませんでしたが、大事なことはどれだけ子供にそうそうって言わせたのかなっていうことが僕にとっての聞くでございます。はい、ということでね、そろそろ時間になりました。今日ね、こんな形でお話しさせていただいたんですけど、最後前々に、ラップアップ1分お願いします。今日は、初めにステップ1からステップ5の流れをやって、その中のステップ1、アクティブリスニングっていうことをやっていきました。で、そこでは、レベル1、2という流れを今日はお伝えさせてもらったんですけど、レベル1では7つの基本として、もう作業はやめる、しないで、スマホを置いておく、スマホは見ないで、子供と目を合わせて体の向きを合わせるで、アイコンタクトでうなずきや相づち、で、なりつくみあれみたいなまあこれはちょっとレベル高いって言ってるけど、7つの基本で、レベル2としてバックトラッキング、オウム返し、そうなんだねって、言い返したり、それを言葉でこういうことがあったから寂しいんだねっていう風に言い換えてあげることが大事で、それを、1日5分をめどに毎日習慣づけしていってほしいなと思います。で、鏡になるイメージでそうそうと子どもたちに言わせてあげてください。1日5分を目処にやってください。はい、はい、まいまいありがとうございました。はい、ということでね、はい、こうやっていろいろとお伝えしましたけど、1日5分でもいいのでこれをちょっとやってみるということと、1日1回そうそうと子どもに言わせる。で、これ子どもだけじゃなくて友達との会話でも、まず話を聞くときにどれだけそうそうって言わせれたか、ただうんうんってうなずく、なるほどって言うだけじゃなくて、こういうことかなって言って、そうそうとかそれそれって言葉が出てくると思うんですよね。それをどれだけ言わせられるかっていうのは聞く力だと思います。そう、聞く力を高めれば子供も話を聞いてくれるようになります。こっちが話を聞くから子供も聞いてくれるようになりますね。だからまずは話を聞くことがすごい大事なのかなと思います。でも本当に一番お伝えしたいのは、実はこの本の一番最初に書いてるんですけど、ママ自身が、お父さん自身が心にゆとりがなかったら、余裕がなかったら話は聞けないんですよ。だって器もいっぱいいっぱいじゃないですか。話聞くのしんどいんですよ、正直。自分がいっぱいいっぱいの状態でいろんなこと言われても溢れてるんですよね。溢れてるから、それ後にしてとか、それ今じゃないでしょ、いやそれあんたが悪いよっていうふうに言われたからすぐ返してしまうんですよ。反射的に反応的に、それはいっぱいいっぱいだからなんですよ。だから溢れてるからもうこれ以上入れないでってなるんですね。だから本当に大事なことは、子供の話を聞く前に自分が話を聞いてもらうことです。ママがお父さんに話を聞いてもらう、お父さんがお母さんに話を聞いてもらう、もしくは友達に話を聞いてもらう、自分のことを受け止めてもらう、自分が子供に言えなかったこと、お父さんにも誰にも言えなかったその本音、溢れ出しているものを誰かに聞いてもらう。そして器が空っぽになったら、ようやくちゃんと聞けるようになると思うんですよ。入ってくると思うんですよ。でも今このいっぱいいっぱいの状態で絶対入りません。無理だと思うんです。だからちょっとね、ママタイムじゃなくてマイタイム、お母さんの時間、お父さんの時間、親の時間ではなくて、自分のお気に入りの時間を5分、これこそ5分、1日5分でもいいから作っていただきたいというのが僕の一番の願いです。自分のために時間を使う、自分のためにエネルギーを使う、自分のためにお金を使う。ちょっとね、コンビニ行ってちょっと高めのチョコレート買ってみるとか、お気に入りのグラスを買ってみるとか、もう僕もね、これめっちゃお気に入りの水筒なんですけど、こういう自分のお気に入りのものをちょっと高いけど買ってみるとか、自分のためにちょっとエネルギーを使っていただく。そうすれば自分の心の器が空っぽになってきます。受け入れられるようになるんですね。そうすると子供の話も余裕を持ってこれができるようになると思います。なのでまずはそこですね。まずはそこを一緒になってできたらいいなと思います。僕は皆さんのお子さんが自分らしく、そして最高に輝く人生を生きることを心の底から応援しています。約1時間ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後に一つだけですね、こちらのミスターおかっちの公式 LINE アカウント、こちらでやりぬっこを育てるためにどのように声をかけたらいいのかとか、どのように家をデザインしたらいいのかっていうのをブログ、動画で配信しています。もし興味があればこちらの方QR コードに置いておきますので、ぜひ友達追加してもらえたら嬉しいです。はい、ということで本日はありがとうございました。ご参加いただきありがとうございました。おかっちさんには、毎月子ども哲学という別のイベントもさせていただいてますので、またよければ9月のフライヤー等ご確認いただければと思います。最後におかっちさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。こちらがイベント終了になります。本日はお越しいただきありがとうございました。